恩人の義景や友長政の敵対、濃姫の死、度重なる不幸が光秀の心に大きく影を落とす。しかし光秀は信長の決意に沿うため浅井朝倉との交戦を決意。その後姉川にて勝利を収めた。そんな中浅井朝倉への加担を表明し信長の動きを妨げようとする勢力があった。比叡山延暦寺である。比叡山側の度重なる挑発に業を煮やした信長は家中の反対を押し切り比叡山攻めを強行した。比叡山焼き討ち。焼き討ちか。おお光秀殿、先の表情でのお心配り平に感謝いたしまする。久秀殿、俺はそのようなつもりでは。古き剣人は打たれ滅びるが定め。光秀殿と志がいつであったこと、まこと後人の至り。それはどうかな、久秀。なあ、明智殿。あんた、まだ迷ってんじゃねえのか。正直迷いがないわけでない。比叡山を攻めれば、民をも巻き込むことになるのだからな。だが俺は、俺の正しきことを貫くと決めた。今さら迷ってなどいられない。正しきことね。そんな悲壮な面で言われても説得力ねえがな。まあせいぜい頑張ろうや。俺たちの正しきことをなすためにな。俺に任せとけ。美月、あまり流行るなよ。この機に比叡山を完膚なきまでに叩く。敵方に加担する者は見つけ次第討ち取れ。どうしたよ。二度と盾つかぬよう焼き払ってくれ。三太夫、手はずは整っていいよな。万事抜かりなく、俺の手下には火付けの手だれが揃ってますね。お堂に近づけるな。邪魔する者に容赦はいる。蹴散らせ。敵は最下衆に加勢を頼んでいるようだ。いずれ棟梁の孫一も現れるだろう。最下衆、攻めの邪魔をするか。先に片付けておけ。たくましくなったものだ。三太夫以下、伊賀者たちがおらねば火攻めはならぬ。守ってやらねばなるのにな。味方本陣の守りは池田殿ですか。
あちらにも気を配らねばなりませぬな。いずれこの山も炎に包まれるのか。俺に任せ。尋常に勝負いたせ。どうした明智殿、顔色が優れねえようだ。大事ない、気遣いは無用だ。俺の力の礎となれ。叶う相手ではなかったか。自らご活躍とは恐れ入りますな。行くせる。俺の力の礎となれ。ここは引くほかあるまい。よし、火をつけろ。任せろ。まずい、大切なお堂に火の手が。こっちにまで火の手が。逃げろ開門。火に追われて出てきた。奴らを逃すな。ついにこの子か。ひるむものか。エノ、全力。ほら焼き払え。火がついたぞ。皆の衆、支度を急ぐのだ。敵襲か。やむを得ぬ、迎え撃て。こりゃひどいな。時俺が信長を仕留めてりゃ。敵の怪しげな動きを封じられた。さあ子供が死に急ぐか。待て、雑賀衆の棟梁孫石だな。姫様の仇討たせてもらう。それについては心から悪いと思ってる。受けた依頼と関係ない人を撃っちまう。誰からの依頼だ。依頼主は死んでも言わねえよ。それがこの家業の掟ってやつだ。くそ、俺も焼きが回ったか。棟梁が引いちまっただと。おいおい、俺らだけでどうしろってんだ。相変わらず腕が立つな、光秀。霊山の禁忌を破るとは信じがたき外道よ。我ら上杉が蹴散らしてくれよ。上杉、援軍、上杉勢を迎え撃て。上杉は敵の加勢に。もしや謙信殿。信長様、遅ればせながら参陣いたした。これより加勢に入りまする。急げ。根本中道を守るため織田の奴らを押し戻すのだ。敵将ぶっ飛ばした。叶う相手ではなかったか。最下手、また邪魔な手をするつもりか。奴らを残らず打ち取れ。へへ、どんなもんよ。
えきれん。引かせてもらう。ここの武者、わしに付き合い。敵将、ぶっ飛ばした。かなう相手ではなかったか。おお、やるではないか。行くせよ。目のすべてで。敵将、切り伏せた。生徒へ切れ。引かせてもらう。誰も俺を阻めはせん。根本中道の火攻めを急げ。かなう相手ではなかったか。行くせよ。目のすべてで。調子が出てきたぜ。野郎ども、焼き打ちを進めるぞ。邪魔者どもは消えたか。そう仕上げだ。火を放て。ああ、比叡山が誇る根本中道が開門。火付けはもう十分だ。忍びたちよ、あとは好きに暴れてやれ。敗北条件変更。もはや焼き打ちは止められんか。全力。ならばせめて織田本陣を落とすぞ。突撃だ。まあこんなもんだろ。救援を急がねば本陣が危うい。やられっぱなしじゃ最下衆の名が捨てるぜ。せめて一矢報いてやるぞ。開門。最下衆め、まだ残ってやがったのか。何、敵衆だと。乱世に正しきを示すため謙信推参。信長の非道を許してはならぬ。続け。やはり謙信殿も来たか。信長殿を守らねば。勝利条件変更。本陣の危機はひとまず去ったか。かたじけない。本陣を守り抜くため私も力を尽くさねば。本中堂までも焼き払われたか。織田は悪の権化よ、成敗してくれるわ。紀州最下衆の名にかけてその首もらうぞ。謙信殿が相手であろうと立ち止まるわけにはいかない。汚き下道めら、払うべし。敵将、ぶっ飛ばした。意地は見せたわ。もうよかろう。よっ、お手柄じゃねえか。あるまい。よっしゃ、最下衆は片付いたな。どんなもんよ。ここは引こうかあるまい。
見せた。もうよかろう。見事、さらに精進せよ。殿、ここにおられましたか。信長様がお呼びです。急ぎお戻りを。
そうか、わかった。殿、もう楽になられてはいかがか。利光、お前何を。最近の殿からはかつての正気が感じられませぬ。姫様が亡くなられて以降、特にこれ以上弱っていく殿をただ眺めてはおれぬゆえ、殿、どうかどうか恩義をいたわられよ。利光、お前にそのような思いをさせていたとはな。だが俺は歩みを止めるつもりはない。殿、姫様を亡くしたあの日、俺は信長殿と誓った。女王を殺し天下一新へ邁進する信長殿を必ず支え抜くと。だから俺はまだ止まれない。すまない利光、心遣い感謝する。殿、なぜあなたはいつも。来たぞ、明智殿。で、なんだよ話って。実は折り入って桃地殿に頼みたいことがある。信長殿をあやめんとした企ての首謀者を探ってほしい。なるほどな。あの八田ガラス、西下孫一だっけか。あいつの雇い主を突き止めろってことかい。あ、さすがは桃地殿、話が早い。では早速。聞こえちまった、その話。俺にも協力させてくれ。孫一を取り逃がした罪滅ぼしってわけじゃないけどさ、俺は親父の気を晴らしたい。少しでも親父に笑ってほしいんだ。泣かせるね、その殊勝な心がけ。気に入ったぜ。美月、お前の力貸してもらおうか。わかった、桃地さん。俺頑張るからな。すまない桃地殿、美月ともどもよろしく頼む。ああ、任せとけ。きっちりやることはやらせてもらうぜ。